俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているわ。カスカベ・タケルによる日本のライトノベル作品。イラストは、ユキオが担当。角川スニーカー文庫より刊行された。全13巻にて完結。略称は、ノーコメ。ファミ通コミッククリア及び、月刊、コンプティークにて、漫画版が連載された。2013年10月から12月にかけて、 テレビアニメが放送された。2018年10月時点でシリーズ累計発行部数は80万部を記録している。茨城県水戸市に住む高校生の肝臓層は絶対選択肢と自ら名付けた望まない能力のせいで変態じみた行動を余儀なくされる日々を送っていた。そのせいで容姿はいいのに全く持てず惨憺たる学園生活を送っていた。しかし、 ある日、絶対選択肢を捨てる鍵を握る存在、ショコラと出会い、選択肢に振り回されながらもアクションを起こしていく。それは一方で、彼を表す、お断り語なる不名誉な称号にもかかわらず、少なからず彼に好意を寄せるヒロインたちや、ショコラを取り巻く、超人間的な存在の思惑も巻き込んだ、一大騒動期の幕開けでもあった。お断り語表ランキング税その他の生徒教師数多く、 存在する平行世界の中で、そうたちのいる世界の担当になった800万の神。担当する神が、自分独自のルールを後からねじ込んだ結果生まれた、いびつなり。チャラ人、ISBN 978から4から04から10万307から7。俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している2巻38ページ。原作の第3巻までが、 アニメ化されている。前10話。ナレーションと絶対選択肢を告げる声は中田ジョージが次回予告のナレーションはアフィリアサーガのメンバーがそれぞれ担当している。C パートでは違う選択肢を選んでいた場合の結末が描かれた。2014年5月27日にはテレビ未放送の第11話が収録された BD 付き原作第8巻限定版が発売された。 各話のサブタイトルは A パート開始時に数個の候補が挙げられた上で選択される。太字が選択された選択肢。サブタイトルの数字は放送や公式サイトでは丸数字で表示されているが、本校では WPJIP 丸数字に沿い丸数字を表示できない環境を無考慮して数字と括弧で代用するものとする。 春光学園放送部によるお昼の校内放送番組春光デイクラッシュのタイトルで2013年10月30日より響きラジオステーションにて配信中。各週水曜更新。パーソナリティはアフィリアサーガ。ありがとうございます。